それではお待たせしました。とちおんがセブンイベント開始です。とちおんがスパークファイヤWe'll be right back.
柏崎市、米山をはじめ黒姫山、八国山、西山連峰といった美しい山々、そして福浦八景や砂丘地など。戻ってきた。俺は勝ったのか。そうだよ、途中がかかったんだ。やったいけないのは俺の方です。和彦、君のおかげで俺はもう一度戦うことができたんだ。ありがとう。僕、大きくなったらトチオンガーセブンみたいに強くなるよ。ああ、和彦なら俺よりも強く大きくなれるぞ。うん。星さんと申しますが、土地オンガーセブンと、どういう星さん、その土地オンガーセブンの、はい、誕生のいきさつと申しますか、そういうのをぜひお聞きしたいなと思いますので。そうですね、いろんなテレビとかですね、自分、いつもそういう話をいつもしてきたんですけども、当然自分がですね、生まれたのは1970年4月8日ですよね。でまさに70年と言いますとね、本当にその特撮番組が非常にたくさんあって、もうそれをですね、見て当たり前のように育ってきたと言いますか、やっぱりその時からのこう思いがずっとありましてですね。でやはりその、自分はやっぱ30歳ぐらいでしょうかね、30歳ぐらいで子供たちがね、一緒にこう大きくなって、一緒にそのね、特撮を見るとき、でその時に初めて自分はですね、やっぱりこういうものを自分でやっぱ作りたいなんて、だから自分はもうね、本当に先ほどね、走るシーンがなんとかあったと思うんですけども、本当にね、自分はね、イメージの中ではですね、だからね、さっそうとね、かっこよく走ってる気でいたんですよ。そしてね、見ましたらね、なんかすごい、なんかドタドタしてるなんかね、どうでしたか、ね、でも走らされますよね。なんだかんだ言ってもそうなんですよ、はい、本当にもうでも素晴らしい、ね、作品になって。そうですね、ただとは言ってもですね、一番もう今来月49になるんですけども、いくらね、気持ちはあってもやっぱりこうアキレス腱切るとかね、そういうことをずっと心配しながらね、やっぱりやってまして、それがやっぱすごい怖かったですね、はい。それで星さん、今日、なんか素晴らしいゲストが、ね、来てくれてるということで、ね、紹介してもらって、皆さんもう一人ね、お忘れになってませんか、映画の中で出てきた重要な役をやっていただいた、ね、はい、今日ね、今これからサプライズで可愛いのが出てきましたね、可愛い人に出てましたよね、もうね、はい、ね、はい、かわいいよね。本当にね、天一郎には本当にね、お世話になりましてね、もう何度もね、鬼に変わってもらいましたっていうか、ありがとうございます。山の果て、遥かに届け、この想い、定めを背負い燃え上がる平和を願う、この拳一つずつは、ジャオイの悪魔の銀河、命を懸けて戦うぞ、未来の旅、燃えばいつでも現れるさ、
なぎ、それが正義の深さ、あろうすれば顔一つ地獄の国だ。命を懸けて戦うぞ、笑顔の旅、呼べばいつでも現れるさ、我らの土地を生かせ。ありがとうございました。こちらに様、次回撮影会は2階のロビーになっております。呼べばいつでも現れるさ。